こんにちはジャズドラムの黒田ですすす今回もごご視聴感謝しままありがとうございますそれではですね、えー、今日は前回の続きハードバップ以降はどうなるのかっていうお話なんですが、えーまあ、1920年代の頭ぐらいからジャズがどん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 でき始めてこう発展して1950年代ぐらいに完成していくんですがここからもどん,どんどん変化していきます。でもちろんその その時代にやっっっってててたスイングジャズいいうののもずっとずとと続いては、ね、そのバンドを活動するんですが、えーまあ、新しい音楽が出てきて世の中はみんなそっちを向くということですね。で1950年代のハードワップの始まる前に1949年に「バース・オブ・クール」という「クール」っていう「クール・ジャズ」っていうのがいわゆるそのこう本当にこう幾何学的なメロディーももう 皆さんの知らないメロディーでアドリブもものすごく複雑なことをやっていてお客さんにはもうあまりよくわからない世界なんですがジャズミュージシャンからするととてもこう芸術的で面白いだからミュージシャンっていうのはこうどうしても考え方がこう自分うまくなればうまくなれば成功するっていうふうに思ってるもんですからどん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 こう専門的になっていくお客さんはもう早い段階でもう分かんなくなってますから。ということでこうクールジャズっていうのをやって マイルスはやるんですけどマイルスはこの1枚ののアルルバムを出したらクールジャズやめちゃうんですねでこの音楽の面白さに白人ミュージシャンすごく惹かれましてアート・ペッパーとかを中心にこうウエスト・コースト・ジャズっていうのが流行っていくわけですね。でこうウエスト・コーストいわゆる西海岸にはハリウッドがあるわけですよ。 だからハリウッドっていうのは僕もこの間こうトムとジェリーのね、えー、オーケストラをやりましたけどあれって本当に映像に合わせて指揮者が1回で,で毎週毎週録音するでトムとジェリーとかを見ながらこうやって作曲されたやつをこう、ね、作曲家がこうやって指揮振っていって1回で終わらせるらしいですね。 本当、まあ、すごいこれ僕らも何回も練習してやってやっと精一杯できたのにああでもあれは本当にすごいクオリティだとかそういう,こうすごいミュージシャンがいっぱいいるわけですねそういうすごいミュージシャンは夜何するかってそういう,こう譜面を読む仕事よりも自由に自分たちのこう演奏をしたいみたいな僕もあの友達の、ね、演奏楽しかったけどその後はもうジャズやりたくりましたからねもうやりたい放題でやらせてもらうってすごい楽しいですね。 そういうことで、夜夜な夜なこう発展していくわけですね。でもまあどちらかというとこう。あのまあ、お客さん。 自体はまあちょっとわかかららないからお客離れをしてい,るっていうまあ状態が多いんですがまあでもウエストコーストジャズなんかアートペッパーも男前なんでこうまあやっぱりこう取り巻きとかもいたりとかしてまあ非常に発展していくんですがハードバップ時代えこの後マイルスとかえーアートブレイキとかもちろんえねソニーロリンズとかえいろんな人がやっていくんですがえーモードジャズっていうのができていきます。ここれはマイルスがこの 9のある月にマイルスなんちゃらかんちゃらするみたいなねあのなんかこう変革を49年にバース・オブ・クールやって自分はやんべってやめてハードバップやり続けてですねで、えー、モードジャズっていうのを作るんですねモードっていうのはハーモニーを非常にシンプルにしていかに美しいメロディーをそのまあどちらかというとビバップっていうのはコードがこう渓流みたいに。 こう進んでいくのを渓流下りみたいにこう選べる音をすごい一生懸命選びながらもうすごいスピードで速度で処理していくっていうそういうパズル的な音楽なんですがモードジャズっていうのはもっともっとメロディアスにコードは動かないからいかにこうその時のインスピレーションで浮かんだメロディーを作っていくかっていうことをやり始めるわけですね。 このスタイルのものは非常にこうゆったりした感じに聞こえるんですが、まあそれをでもテンポ速くしてどん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 また興奮させた音楽に持っていくんですが、モードジャズっていうのが発展することによってこの後ジョン・コルトレーンっていう人はフリージャズっていうのを始めるんですが、ここはちょっと書かなかったですね。フリージャズっていうのがもういわゆるそのこう自由にもうコードも一応一つで決まってるけどもっと自由,自由に自由にリズムさら自由にもうなこうとにかくこう 自分が新しいことを見つけてインスピレーションだけに頼って音楽をやっていくっていうちょっと聞きづらい音楽になっていくんですがハマるとすごいという音楽になっていくわけですね。で1969年にはマイルスは「えー、ビッチェズ・ブリュー」これ今聞くと「フュージョン」かと思うんですがリズムが要はロッ,クロックのリズムを使って要はジャズとロックが合体したみたいなね、えー、マイルスはあのジミー・ヘンドリックス大好きでしたから、えー、ジミー・ヘンドリックスのような なんかかああいうスタイルとか例えば、えー、スライドファミリーストーンとかすごいこう彼はああいうのってやってみたいっていうふうに言ってるのでああいうスタイルを音楽に取り入れて要はリズムはジャズじゃなくてポップスなんだけどあとはアドリブでどんどん作っていくっていうスタイルのフュージョンっていうのを作り始めますでもだん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 フュージョンっていうとアドリブの部分は少なくなってってこうどんどんアレンジされたもの製品化したものが多くはなってくるんですけどフュージョンっていうのが進んでいくとまあ ウェザーリポートとかそういったものになっていくわけですがこういう1950年代から70年代でこう一旦ジャズはこうリズムこっち流行っていっちゃうから電子音楽の音楽になっていくしだんだんこうちょっと黄色が違っったものになってくるんですねなので皆さんがすごくよくジャズっていうこう あのレコード売り場で見るのはもうこの20年に凝縮されたって言われても過言ではないあとは現代のジャズですね今の本当の幻想している人たちがやっているまあこの辺もだいぶなくなられてますからね幻想、えー、している人たちの演奏ってことになったりあと日本人で活躍している人の演奏のまあコーナーがあったりしますが1900そうですね またバブルの時代にまたこうウィントン・マルサレスっていう人が現代的にジャズをこう復活させていくんですがそういったお話もまたしたいと思うんですがこういう20年間の間のえこういうジャズの流れなんですね。なのでこういう大きめな大きなこのジャンルが分かってこういうスタイルがいいなっていうのはあの皆さん聞いていただければまあハードバップ時代が一番こうねあのビル・エワンスとかああいうのもみんなこ,うこの辺に入るのでもうモダン・ジャズの一括りの中に入ります。 という形でざっ、えー、とジャズの1900年の頭から70年代までを見ていきましたで、この中にまたさらに細分化されたりその一個一個の中でいろんな物語があってこういう音楽が誰の音楽に影響を受けてこうなったっていうのがあって分かると本当に面白くなっていくんですねなのでこういったものを使うと よりジャズを楽しめるんではないかなと思います。ただ聞いてね。いいっていうのはもちろんいいんですよ。いいんですけど、こういったものも言うとより立体的に聞こえたりとか、あより何かこう感情が入ってきたりとかすることが本当に多いと思います。僕は本当に今まで、それで何度も感動しているので、こういったことのお勧めでございました。 以上で、えー、この年表ジャズ年表2を終わりたいと思いますが、もし皆さんの、えー、ためになったと思うんでしたら、いいねマークを押してください。えー、あとチャンネル登録の方もよければお願いします。こういったジャズのコマメ知識みたいなものをお送りしているメールマガジンがありますので、よろしければその詳細の欄から登録していただければと思います。参考音源なんかも URL ちょっと詳細の方に貼り付けておこうと思いますので、いろいろ聞いてみてください。 以上です。今日もご視聴ありがとうございました。